タレントの辻望美さんが11月10日に YouTube を更新。食事中のマナーについてマネジャーや16歳長女のノアさんから指摘を受け猛省していました。画像、タバスコどっぷり、となったパスタ。娘、私嫌だ。16歳長女のノア、ノア、ん夜付き合いの長い、バッシー、ことマネジャーと渋谷でランチする動画を公開。サラダやパスタを楽しみつつ、 よもやま話に花を咲かせていた辻さん。デザートが来たタイミングでパスタの残りに好きなタバスコをたっぷりかけていました。するとマネジャーから、辻が一生懸命パスタ作ったとして、目の前でタバスコかけられても、タバスコなら別にいい。元の味ないぐらいめっちゃ、とやんわりながら直球の指摘が。木空さんからも、私嫌だと告げられたため、痛いところをつかれたといった顔になり、 今すごい罪悪感ある、彼氏とかだったらバチギレと気まずそうにこぼしていました。嫌な気持ちにさせてる人いるかも。辻さんは動画の終わり頃にも、注文したパスタに速攻タバスコをかけたことを振り返り、この動画を送らかも、今までに嫌な気持ちにさせてる人いるかもしれないと反省しきりの様子。